こんにちは。ご飯と花子読みチャンネルにおいでいただきありがとうございます。今回は夏野菜の代表、きゅうりのレシピ2品のご紹介。サラダや漬物に大活躍のきゅうりですが、ちょっと予想を変えた新感覚のお味はいかがでしょうか。暑い日は続きそうですが、カリウムたっぷり、体温上昇を防ぐ夏野菜をたくさん食べて、残り少ない夏を楽しみたいと思います。話はガラッと変わりますが、私がもう一つ熱中しているものをご紹介させてください。昨年の7月に父が亡くなり、築40年の古い家屋、田んぼに畑、山林原野などあらゆる樹木を受け継いでしまいました。まずは荒れ果てた畑を耕し、大好きな花の行く苗から着手、花子弓畑と名付けました。設計図もない無計画な全くのノープランですが、なんとなく季節を感じる花や木を育てようと思います。先日64歳になり、残された時間は限られていますが、頑張ります。無格好な畝にはこれから高根ルビーという赤い花が咲くそばを植えます。晩秋には目を見張るような真っ赤に輝く絨毯に変わることを夢見て、そしてこのままでは滅びゆくであろうこの限界集落の達成に、高根ルビーの一粒の種で貢献しようという壮大な夢と妄想が叶いますように。